そうですね、あの2局目からの、まあ、3連敗は、まあ、やはり、まあ、自分自身の、まあ、内容というかパフォーマンスにやはり少し問題があるというところだと思いますけれども、まあ、あの、まあ、逆にまあこれ以上まずくなることはないと思って、あの、まあ、明日からは、まあ、自分の打ちたい手を打てればと思います。特に、はい、あのそういう意識はないんですけれども、はい、まああの、まあ、自分自身そのまあなんて言うんでしょう、はい、あの、まあ、普段通りにと言いますか、はい、あのまあそのまあ正しいと思う手を、まあ、自分なりには積み重ねた中でのことなので、はい、まあ特にそうですね、あのまあ成り行きと言いますか、そういうのやっているという感じでしょうか、はい、まあ、内容的には、はい、そのすぐに変化するかどうかは分からないんですけど、まあ、ただやはり大変な、まあ、状況の中で、まあ、一つ、まあまあ、そうですね、大変な相手に、まあ、勝つことができたということで、まあ、自分として、まあ、少し、気持ちの面でほっとした部分もありますし、まあ、いいきっかけにできればとは思っています。まあ、2年前の本因坊戦でこさせていただいたのは、はい、まあ、よく覚えていまして、はい、まあ、こちらの対局場もすごく、なんて言うんでしょう、こう、まあ、趣があるというかレトロな雰囲気で、その時も少し
周りも散策した記憶があるんですけど、うん、なんていうかやはりこう落ち着いた印象というか、うん、はい、あのでまあ前回も、まあ、自分なりにまずまずいい内容の僕が受けたという印象もあるので、まあ、いいイメージを持って臨めればなとは思います。あ、もう、後がない状況ではありますけど、まあもうそうですね、自分としても勝っていくしかない状況なので、まあそんなに何て言うんでしょう、目指すところはもう決まっているというか、はい、なので、まあ自分の地帯を打って、はい、まあ、少しで盛り上げれるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。じゃあよろしくお願いいたします。はい、そうですね、モーニングさんは全体的に少し早い決着が多いかなというふうには思うんですけど、非常に難しい場面が長くて、ミスのあるような碁もあったとは思いますけど、自分の状態としてはその悪くない気持ちで出てるかなというのがあるっていう、それで結果も出てるので、まあ、あそこは良かったかなと思ってます。そうですね。いや、特別今回に向けて何か準備してきたっていうことはないので、もう、はい、特にないです。いや、なんと言いますか、もともとそんなに、本因リーグを戦っている時から言っていたことなんですけど、あんまりもともと勝てるつもりが全然なかったので、その3勝した今でも、勝ちそうとか勝ちたいというよりは負けてもともとみたいな気持ちはあります。そうですね、あんまり意識せず出てるかなと思ってます。まあそうですね、やっぱり、まあ、前回長野に来た時は少し寒いかなという印象だったんですけど、今回は寒いということはなくて、過ごしやすい気温のような気がするので、あそこはちょっと嬉しかったですが、対局中も本当に、なんと言いますか、全然文句のつけようはなく、はい、もう集中して打てそうな感じがします。やはり、ここまで3勝してきたので、まあ、次で決まる可能性もあるとは思いますけど、まあ、そのシリーズ全体のことは気にせずに、またいつも通り、まあ、この1局に集中して打ちたいです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。この